こんにちは、チャートマスターの根崎ゆきです。8月1日のロンドンセッションをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。まずはニュースの確認をしていきましょう。今週いろいろありました。いろんなことがあったんですけども、政策金利だったり、昨日話したりいろんなことありましたよね。で、なんか量的緩和するとかいろいろありましたけども、明日とても大きくて雇用統計があります。で、今日も政策金利あるんですよね。下の方行ってみます。イギリスの政策金利が夜8時、そしてユーロの政策金利が夜8時45分にあります。今日もとても激しい動きになるんじゃないかなと。チャートも結構そういう風に動いてきてますので、ここぞとばかりにトレードしていきたいですよね。早速チャートの方を見てみましょう。とても、チャンスに見えます。まずはいつもと変わらず TJK っていうこのシステムからやっていきたいんですけども、このシステムも大爆発しましたよね。とてもいいトレードができたと思います。まずユーロポンドの240分ですね。この緑ダイヤで買い、ここの、高値抜けて買いましょうね、ここ抜けたら買いましょうねっていうことを先日月曜日にやっていまして、抜けましたよね。なので買いましょうということで買いましたよね。で、すごく取れていたと思います。とてもいいトレードができました。続いてユーロカナダ見てみましょう。これも同じく、買ってない人買いましょうねっていう話だったんですけども、買って、この辺から買って、あれちょっと待ってくださいね。はい、ここから買って、これ久しぶりにユーロカナダ損切りになってしまいました。これ分負けてしまいましたが、そういうこともあるでしょうという感じなんですけども、その後ですよね。また今赤ラインが出ているので売りで、また見ていきたいですね。ユーロカナダですね。で、ポンド円なんですけども、ポンド円もすごくいいトレードできたと思います。この売りで結構大幅に取れていましたよね。で、また今度、買いのサインが出たら買っていきたいなという感じなんですけども、見てみると5円近く下がってますよね。すごく大きなトレードができたのではないかなと思います。この TJK とか次にある鬼ヶ島っていうシステムは PA チャート独自の、この PA チャートがないとできないっていうトレードで、もうすごく簡単です。ルールはシンプルですし、5年っていう実績もありますし、利益も出ているっていうトレードなので、もし皆さんがこれまでトレード失敗してきたとか、リベンジしたいとか、これからやるんだよねっていう人は、絶対このトレード、この鬼ヶ島 TJK っていうのはぜひやっていただきたいトレードですね。で、いつも僕は講習会でお話しさせてもらってるんですけども、結局裁量が強いよね。僕たち目指すのは裁量トレーダー、その場その場で臨機応変に対応できるトレーダーっていうのを目指しましょうねっていう話をするんですけども、させてもらってるんですけども、その前にその裁量トレードっていうのはやっぱ技術が必要で、料理とかマジックだとか車とか何でもそうなんですけど、技術が必要だけど、その前に技術をつける前にこのシステムでやりましょうねっていう話ですよね。ちょっと待ってくださいね。そうなんです裁量ですよね。で、何でもそうなんだけど、技術力を伴わなくちゃいけなくて、これ下がりそうだよねとか、これ上がりそうだよねっていうのが、やっぱその技術が伴ってくると分かるわけですよね。僕とかササッチっていうのはそれが分かるわけです。ヒノピーさんもそうです。専業トレーダーになった方もそうですよね。でもそこに至る前には結構時間がかかるので、それもこうやってウェブセミナーとか、毎日の動画レポートとかを見ながら、それをこういう見方するんだな、こういう考えでやるんだなっていうのも身につけながら、まずこの TJK とか鬼ヶ島っていう完全システムですよね。こうなったらこうするっていうのがあって、そのルールに従ってまず利益を上げていただく、上げてもらうっていうのに、まずは TJK 鬼ヶ島をやってもらいたいなと思ってます。はい、よかったです。で、今のは TJK ですよね。今日も、
まあ、2回、3回トレードがあって、2回勝って1回負けてるわけですよね。で、1回の負けっていうのは、この TJK っていうのは大きい負けなんですけども、それ分、2回勝ってるので、ちゃんとプラスになってるっていうようなトレードで、で、まあ、やり続けてもらえれば、必ず利益が上がるっていうようなトレードです。そういうスタイルのトレードです。まあ、5年で10倍とか、ちょっと、まあ、鬼ヶ島ですけどね、5年で10何倍ですけども、TJK だと5年で3倍、4倍っていう感じです。で、それに通貨ペアを増やしてもらってやっていただくっていう感じなんですけども、まあ、結局、やっぱり皆さんなんか、そういう講習会とかでもいろんな、僕結構5000人とかそれぐらいの人と話してきたんですけども、結局みんなトレードがしたいっていう感じなんですよね。でもやっぱり利益が、お金が欲しいからトレードするのであって、じゃあお金を生むためにはこのトレードをやり続けるっていうことをやんなきゃやっぱお金は増えていかないわけですよね。でよくあるのが、ちょっともう負けちゃったからやめてみる。でももしやってたらすごいお金儲かったんだよねみたいな。じゃあやり続けてたら勝ててたのにねっていうことですよね。でも結構皆さん挫折して、2、3回負けちゃうとやめちゃうんで、そういうのはもったいなくて、もうあとは自分との戦いでやり続けることですよね。っていうのが重要だと思います。まあ、これが僕たちの行き着いた答えですよね。結局システムとかどうでもよくて、まあどうでもいいっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけども、システムより重要なのは自分がちゃんとできるかっていうことですね。そこに結局行き着きました。なんかちょっと偉そうなことを言ってしまってるんですけども、まあそれがやっぱりトレードの、真髄というか、まあ、答えかなというふうに思っています。で、まあ、鬼ヶ島なんですけども、今週ですね、今週トレード、ここありまして、赤矢印とバンド突き抜けて、T3 の下で確定。エントリーがここからで、ストップここ。リミットはこれと同じだけ取りましょうっていう、まあ、完璧に、まあ、いいトレードできてましたよね。約、50ピップぐらい取れてます。で、MA の240分の MA の下でもありますし、まあ、完璧なトレードだったと思います。で、現在は窓が開いているので、またこれ下がってくると思います。で、安値割ってきたらまた売っていきたいんですけども、その辺はまた今からやる点々っていうシステムもあるので、それを見ながらやっていきたいなと思います。ここまで何かご質問などありますでしょうか。それではご質問内容なので、RF 点々っていうのをやっていきたいと思います。で、まあ僕が見ているあの通貨っていうのは19通貨あって、まあ結構というかすごく多いんですけど、その中でもユーロドル、ポンドドル、ドルフラン、ドル円っていうのに、すごく力を入れてます。で、他には9通貨、これ全部入れて9通貨がメジャー通貨って呼ばれているもので、それプラス、もう9通貨ですか、あ、もう10通貨ですね、を入れてやってます。で、ちょっと話は戻ってしまうんですけども、このウェブセミナー、今僕がこうやってカーソルを動かすと、もしかしたら画面が動いちゃうかもしれないんですけども、カーソルを追うっていう風にしてるとそうなってしまうので、表示スクリーンをドラッグっていうところにチェックボックス入れていただくと、見やすいかと思います。で、ちなみに僕はいつも録画してるときは全画面表示で録画しています。それでは、RF ですね、やっていきたいと思います。HSI プラス点々っていうシステムです。で、今週の月曜日7月29日ということで、まあ、これだけの通貨一緒に見ていきました。まあ、この他にも見たんですけども、まあ、この通貨こういうことになったらトレードしようねっていうようなメモを残しておいてます。毎回これやってます。結構もうこれも溜まってきてずーっとあるんですけども。で、過去の成績見てると、まあ、結構いいですよね。絶対勝ちの方が多くて、負け越すってことはありえないです。絶対ありえないです。まあ、これはもうほとんど裁量なので、まあ、負けることはないですよね。で、きちんと損切りも 3% 以内でやってますし、まあ、何の問題もなくて、ここまで来れれば専業トレーダーだよっていうようなレベルですね。ぜひ皆さんにも、このレベルに達していただいて、まずは副業、そして専業っていうふうに、なっていただけたらなと思います。もちろん専業とかならなくても別にいいんですけども、そのレベルまで達していただけたらなと思って、僕たちチャートマスターやってます。で、今までも結構専業の方は出てきてて、サファリさんっていう方だったり、まあ、SNS 見てもらうと分かるんですけど、結構いらっしゃいますね。で、もう僕より稼いでるっていう方も全然いますので、まあ、見ていきたいんですけども、まあ、僕はデイトレーダーですね。これからまたお話していきますか。
まずはユーロドル見てみましょう。月曜日は点々で買い、RF 点々っていうシステムがあって、まあ、それが出たら買いましょう。で、トレンドブレイクするまで買いでユーロドルは見ていきましょうねっていう話だったんですけども、見ていきましょう。まずは240分ですね。で、7月29日の17時、まあ、こういう状態でウェブセミナーをやっていて、で、まあ、点々出たら買っていきましょうねっていうことでしたね。買っていきましょうねっていうことで、ちょっと、まあ、ターゲットっていうのがこの R の6っていう HSI なんですけど、白い HSI ですね。ここから引いて使われてるので、これ抜けてきたので、次ここだよねっていうようなターゲットですね。で、今一回戻しがあったんですけども、またここまで見てもいいと思います。で、ちょっと点々見てみましょう。とりあえず点々を見てみましょう。まあ、この後点々出たら買いたいよねっていうことだったんですけども、まあ、ここですよね。ここで出て、まあ、ニュースでちょっと負けちゃったんですけど、これ僕実際にやって負けちゃったんですよね。まあ、ニュースでやられちゃったんですけども、まあ、そういうこともありますよね。全然1回の負けで、勝ったらそのままどんどん買い増ししていくので、勝ちが大きいんですけど、負けたら1回負けたらもうやらないみたいなトレードなんで、まあ、そういうこともありますね。で、まあ、通貨ごとの負け越しっていうのもあんまりないので、あんまりというか、10回やったら2回とかそれぐらいなので、全然いいトレーだと思うんですけども、その後ですよね。その後、また白丸が出て、矢印が出たので、ここでギリギリエントリーしていた、時間的にもギリギリエントリーしていたっていう感じですね。で、ここで、リミットヒットしたっていう感じなんですけども、また今週の残りですね、木曜日と、金曜日、そして来週の月曜日までの展望を見ておきたいと思います。これユーロドルのデイチャートです。で、今は緩やかなアップトレンドと見ていて、まあ、完全なレンジっていうふうにも見えるんですけども、ちょっと240分にもう一回戻してみますと、現在はこのようなトレンドラインになってきたかなっていうふうに思います。これを割ってきたら絶対に皆さんも売っていってほしいと思います。ですね。で、じゃあ抜けてきたらどこまで売ろうかなっていうことで、この下へ HSI っていうのを引くんですけども、今ちょうど S に抜けてるんですよね。で、戻ってきたので、とりあえずここの S3 っていうところまで売っていきたいなっていうことです。もうちょっと細かく見てみましょう。S に抜けてきたので、これ戻ってきて、ここ割ったらこのスペース、約30ピップありますけど、ここを取っていきたいなっていうのがまずはデイトレの一つの目標ですね。で、これ高値超えてきたらここですけども、まあまあスペースがもうないので、買いはちょっと微妙かなと。買うんだったらこのトレンドラインをブレイクしていったら買うっていう感じですね。また今日、このウェブセミナーが終わった後すごく動き出すと思うので、とりあえずこのトレンドラインをブレイクしてきたら売るっていうふうに考えてみてください。で、とりあえずここで止まって、その後この S4 ってところで止まって、S5 っていうところで止まると思います。まあ、書くほどのことでもないかなとは思うんですけども、売りはトレンドブレイクで、S の2から3を狙いましょう。で、その後は、HSI に沿っていきましょう。買いはトレンドブレイク。高値超えで買っていきたいねってことですね。続いて、ポンドドル見ていきましょう。R6 を抜けたら点々で買い、TRB、まあ、TRB っていうのはチャート、PA チャートを使ったシステムですね。こういうチャンネル、こういうチャンネルができて、これを割ってきたら売りましょう。ターゲットはこことここを結んだフィブの618ですよっていうようなシステムです。まあ、これ、デイトレーダーっていうか、きちんとトレードで勝っている人たちは必ずやっているようなチャートパターンを使ったトレードですね。なので、もし勝っている方がこれご覧になって、ご覧になっているのでしたら、なるほどねっていうことを思ってもらえると思います。ポンドドル見てみましょう。7月29日17時っていうことで、まあ、こういう状態でした。で、R6 っていうのはちょっと見にくいんですけども、ここに黄色い線があります。これですね。で、フィブと重なってて、この青マス強いよね。青マス抜けてきたら買いましょうねっていうことを言っていました。で、じゃあこの黄色いチャンネルラインっていうトレンドラインを下に割ってきたら売っていきましょうねっていうことを言っていました。で、下に割ってきましたよね。
なので、ここから売っていきたかったわけですよね。じゃあ、どこまで売ればいいかなっていうと、HSI を上から引いてみて、ターゲットを見つけましょうと。で、ブレイクしたときに、この S2 を割ってきました。戻してきました。で、売りたいですよね。で、これニュースですけど、S3 抜けて、で、これちょうど言ってましたよね。ニュースの時っていうのは、この HSI をそのまま抜けてきたら、次のこのターゲットっていうところを狙ってくださいということで、まあ、その通りになってますよね。なので、これ分取れてましたから、まあ、150ピップとか200ピップぐらい取れていたと思います。ポンドドルの240分チャートですね。で、その後はもう点々、10分チャートで白丸と矢印が出たら売っていけばいいっていう非常に簡単なことです。で、白丸とか矢印っていうのはモメンタム、トレンドっていうのを判断していて、まあ、PA 独自の、指標なんですけども、まあ、これを見ながらトレードしていっていただけたらなという感じです。で、白丸出て赤矢印が出てるので、こっから売りましょうねと。で、白丸出て赤い印が出てるので、またここから売りましょうねと。で、一つ目のポジション決済されたので、すかさず二つ目を持つと。で、二つ目決済されたので、すかさず三つ目を持つと。で、やっていくと、これ、まあ、リミット25ピップなんですけども、まあ、75ピップ取れてるわけですから、まあ、さっきのユーロドルの30ピップの負けを、簡単に悠々とカバーしているふうに、カバーしているということになります。で、ターゲットっていうのがさっきのこの S4 っていうところだったんですけども、まあ、ここから、最終的には、ここからもエントリーできるかなっていうことなんですけども、まあ、これちょっとできないですよね。ここからエントリーしたらリミット25っていうのがこの S4 の下にありますので、まあ、結果、当たってるんですけども、まあ、ここで一回止まる可能性があるので、まあ、これ以降は抜けてくるまではトレードしないと。で、案の定跳ね返ってますよね。なので、これを抜けてきてから、ここからトレードしたかったわけですね。ここからまた新しくトレードをすると。で、ヒット。というわけで4つ勝ってますよね。100ピップ取れてるわけです。まあ、さっき150から200って言いましたけども、まあ、半分以上は取れているわけですよね。まあ、これでまあ、1週間というかまあ、3日ですよね。3日間でまあ、100ピップ取れているってことなので、まあ、負けを引いて70ピップは取れてますので、3日で70ピップなので、20日トレーディングデーっていうのがありますから、まあ、半分で見ても10日。ということは3倍、約 1ヶ月で200ピップはまあ簡単に取れるよね、みたいな話です。決して大げさではなくて、まあ、それぐらいは、誰でも PA チャート使えば、で、チャートマスターの僕たちのやり方でやってもらえれば、まあ、それっていうのは王道ですよね。リスクコントロールして、テクニカル分析して、ターゲット見つけて、ターゲットトレーディングをしようねっていうやり方ですね。まあ、これでやってもらえれば、まあ、1月200ピップなんていうのは全然難しいことではないです。で、3% でやってたら、とかそういうのを考えていくと、まあ、20万とか50万、100万でやって20万とか50万ぐらいは増える、っていう感じですね。そんなそこまでは、そこまで難しくない、ことです。で、続いて、曲がっちゃったんですが、このまま安値を抜けてきたら、この S5 まで、黒の S5 までまた売っていきたい、点々で売っていきたいというような感じですね。続いてドルカナダ行きましょう。戻ってきたら売る。マイナス 0.270 をブレイクしたら、売りましょうっていうことでしたね。ドルカナダ見てみましょう。もしご質問があるようでしたら、チャットまでいただけたら、こちらでチャットにいただけたら、お答えしますので、ご遠慮なく、わからないことあったら聞いてください。で、ドルカナダですね。これなんですけども、買いはトレンドブレイクで買いましょうっていうことでしたね。で、まあ、こういう状態でウェブセミナーをやっていて、この青マスっていうところが強くて、S5 とか270っていうのがあって、これ抜けてきたら次の青マスまで、ここを売りたいよねっていう話でした。で、約その間100ピップぐらいあります。で、トレンドライン割ってきたら買いましょうねってことだったんですけども、
まあ、買いの方でしたよね。トレンドブレイクして、ここからここまで約40ピップ、50ピップぐらい取りましょうねっていうようなトレードでした。10分見てみましょう。で、ここでトレンドブレイクしているんですけども、まあ、ここからですよね。ここから一つ買い。あ、じゃないですね。ちょっと今ルールを見落としてたんですけども、この赤と緑の太い MA っていうのがあって、これの上じゃないと買えないので、これは買いは見送りになりましたよね。で、この辺もサイン出てますけど、白丸の後、矢印出てますけど、MA の上で出てますけど、左下のピンクの枠をご覧いただきますと、まあ、2時って書いてあって、夜中の2時っていうのはこのトレードルール外なので、トレードできないっていうことになります。まあ、なのでトレードはなかったですよね。ちょっと微妙でした。ノートレードっていうことで。なのでこのトレンド一回消して引き直してみたいと思います。今はこういうトレンドだったんですけども、ここに新しい高値ができたので、このようなトレンドになったと見れます。ちょっとデイチャートを見てみましょう。で、これをクリエイトクローンして、同じ線を引きたいんですけども、平行な線が出てきて、まあ、これをレジスタンスとして、まあ、下の線としてこうやって引いておくと、今大きなチャンネルっていうのがこういうチャンネルで、緑の中でこう推移していて、で、まあ、下までここまで下がってくるスペースがありますよね。で、緑のトレンドっていうのもあるので、まだ売りで見ていいですよね。で、その中でも、この270っていうところを割ってきたら、とりあえずここまで、デイチャートのトレンドの底と、この緑のトレンドの底ですよね、と、618とか重なっている、ここまで売ってもいいよねっていうことですよね。なので、まあ、これ、売りで見ていきたいですよね。で、今、レンジなので、これ下がってきたらいきなりドンでここまで来る可能性が高いです。で、抜けてったら一回この赤い線、1.0430 まで戻ってくる可能性があります。このどっちかのシナリオで、ドルカナダはトレードしていきたいなと思います。ドルフライン行きましょう。S4 まで。抜けたら S5 と S6 が重なっているところまで点々で売りましょうということだったんですけども、240分見てみましょう。この S4 ですよね。ここを割ってきたら、ここまで、この青マスがここにありますけど、ここまで売っていきたいよねということでした。で、これ先週のなんでちょっとこれ消したいんですけど、で、まあ、抜けてきたら売りたいんですよねってことですが、一回戻ってきましたよね。なので、もう一回、で今 T3 っていうこの水色の線で支えられているので、まあ、これ抜けてきたらまた買いで見ていきたいんですけども、これ跳ね返される可能性十分ありますので、また跳ね返されたら売りで売っていきたいなと思います。で、上にトレンドブレイクしてきたら次のターゲットっていうのが、また下から HSI を引けばわかりますので、ここからターゲット引いて、それに沿ってトレードしていきたいなっていうことですね。ちょうど今 R2 の近くにあるんですけども、この R2 ってところで止まる可能性っていうのはすごく高くて、逆になのでこれを抜けてきたら次のところまで上がる可能性が非常に高いわけですね。なのでこれもどっちか、ここで跳ね返されたら売るし、抜けてったら買うっていうどっちかのトレードを見逃さずにやっていきたいなと思います。続いてドル円です。ブレイクしたら売り、95円50銭から94円まで売りましょう。買いは101円50銭より上で買い、その前に HSI プラス点々で R2 から3を取れたら取りましょうということでした。まあ、これもレンジみたいになってますよね。一回戻しがあって今382で止まってるので、まあ、調整としては十分ですよね。ここからまた一段ドンって下がってくる可能性があります。
まあ、なので、まあ、今日の本当に今日のウェブセミナーの後ですね、7時とか8時、9時、10時っていうニューヨークセッションで、この動きがどっちに行くかっていうのが決まります。で、買いの場合って書いてたんですけど、この R2 ですよね、下から引いた黄色い HSI っていうのが見えると思うんですけども、まあ、これを超えてきましたよね。超えてきて戻ってきたので、この高値を抜けてきたら、ここの 50% フィブと R の3という黄色い線が重なっているところまで買っていきたいと思います。これは絶対見逃したくないトレードですよね。ここ抜けてきたので、この R の2っていうのを抜けてきたので戻してますよね。で、ちょっと窓を埋めてから、この高値を超えていったら、ここまで、約30ピップ取っていきたいと思います。なので、これはアラームをつけておいて、ぜひ、買っていきたいなと思います。で、売りはこのトレンドブレイクですね。このトレンドブレイクしてきたら売っていきましょうっていう感じです。今日の夜、ぜひ注目してみてください。OG ドルいきましょう、様子見しましょうと。で、トレンドブレイク、今様子見なんですけど、もしトレンドを割ってきたら売っていきたいですよねっていうことでした。見ていきましょう。これ大きく動きましたよね。データと見ていきましょう。まず元の流れをおさらいしておきますと、ちょっとウィーク、週足からいきましょう。で、もうこのチャンネルラインっていうのがすごく綺麗で、これに沿って今間違いなく動いてますよねっていうことですよね。1点、2点、3、4、5、6回使われてますから、で、下もここの、ここをサポートとして、こう下に当たってて、今回もこれ止まっています。今、やるなら買いですよね。まあ、買うっていうよりも、まあ、上級者は買いなんですけど、売りたくないですよね。戻ってきたら、売っていきたいですよね。で、これをデイチャートに下げてみてみましょう。上から黄色い HSI 引いてます。で、S5 っていうターニングポイントで止まりましたよね。で、ここ2、3週間止まりました。で、戻ってきてブレイクしてきたので、ここから売りたかったですよね。次の S6 までピタリ。S6 割ってきたので S7 ピタリ。じゃあこれ割ってきたので、次は S の8ですよね、ここ。で、現在こうピタリ止まって、割ってきました。なので、もう一回下があるかもしれないです。次ここですよね。0.80 フラット。あと900ピップ、1000ピップありますけども、まあでも一回このトレンドラインで跳ね返される可能性があるので、これをちゃんとブレイクしてきてから、まあこの辺で売っていきたいわけですよね。まあでも跳ね返される可能性が強いと思います。で、ちょっと240分にします。で、僕たちが先週見ていたのは、ウェブセミナーでやったのは、この7月29日17時、まあこういう状態で、まあちょっと今様子見しましょうと。なんで様子見かっていうと、まあ、ウェッジっていうパターンですよね。この高値のこのトップが抜けれない。でもトレンドラインはこう、まあ、こういうパターンですよね。こういうパターン。で、これ抜けてきたらこう売っていきたいね。抜けてきたら、上抜けてきたら買っていきたいね。で、下に抜けましたよね。なので、まあ、ここまで売れたんですけども、あとは点々で取っていけばよかったっていうようなトレードですね。10分見てみましょう。で、僕もこれ見てました。まあ、ここですね。トレンドブレイクの後、トレンドブレイクしてきた後、矢印が出なかったんですよね。僕トレードしたかったんですけど、矢印出ないので、ちょっと嫌だなって思ってて。なので、まあ、その後ですよね。まあ、ここ矢印出てるんですけど、ここから全然できたんですけど、これできなかったんですよね。僕やんなかったんですよね。まあ、パソコンの前にいなかったかなんか忘れちゃったんですけど、なので、じゃあこのトレンドブレイクしてきたら再度売りたいなっていうことを思ってて、まあ、ここから、ブレイクしてきたので、ここから一つ売って、で、リミット達成したので、まあ、でも夜、これ11時とかあったんですよね。その後、やんなくて、朝起きた時ですよね。また白丸と出てたので、白丸赤い印が出てたので、これいいなと思って、ここからも一つエントリーしたっていう感じです。で、これもターゲットヒット。で、これもターゲットヒットしてるので、また次サインが出たらやっていいんですけど、なかなか白丸が今度は出なくて、白丸、赤矢印。で、この時にはもう夜の12時過ぎちゃったんで、エントリーはできなかったという感じです。まあ、こうやって見ると、まあ、この
トレードも3つ勝ってますから、まあ本当は2つしかやってないんですけど、もしやってたら3つ勝ってたんですけど、まあ75ピップですよね。まあ、いかに簡単かっていうのが、わかるかと思います。なので、70ピップとやった、さっきの、ユーロドルかなんかの70ピップと、今回のポンドドルの、あ、ポンドドルじゃなくて、OG ドルの、やってた2つで、合わせて120ピップ取れてますから、すごくいいですよね。これを10日間やったら、1200ピップですからね。資金は倍に間違いなく増えます。そんなに難しくはないですよね。絶対これを見てくださっている皆さんなら絶対できます。で現在なんですけど、さっきウィークチャートとかデイチャートで言ったように、まあこれ下抜けてきてるんですけど、ちょっとやっぱりもう一回様子を見たいです。こんなの240分じゃ誤差で全然戻ってくる可能性ありますので、もうちょっと様子を見て、明らかに下がってきたら売っていきたいんですけども、まあちょっと様子を見ていきたいですよね。時間の制限は重要です。いいご質問ありがとうございます。で、ここに時間のことが書いてあるんですけども、まずアジア、オセアニア、僕たちの朝ですね、明け方5時とか4時とかから朝の9時とかまでですよね。この朝のことを、まあ、アジアマーケットとかオセアニア、シンガポールセッションって言うんですけど、まあ、アジアセッションですよね。まあ、ここでやるのがオージー、キウイ、円通貨なんですけど、例えばユーロドルとかポンドドル、ドルフランっていうのは平均してこのマーケットでは13ピップしか動かないです。なので、ここでワイルドカード、まあ、点々ですね、とかやっても全然動かないので、騙しが多くなります。で、ロンドンマーケット、まあ、14時、15時、16時とかその辺ですよね。からもう全部の通貨やってもいいんですけども、で、ニューヨークマーケットですね。これは今24時までっていうことをちょっとさっきから言ってたんですけども、まあ、これ以降になっちゃうと、夜中の1時、2時ってなっちゃうと、ロンドンマーケットがクローズします。そうするとやっぱり動きが鈍くなってくるので、そのトレンドフォローの、点々っていうのは、ちょっと、やっぱり、決済率が下がってしまいます。持ち越し率がすごく多くなってしまうので、なので、この時間の制限っていうのを入れています。なので、ベストの時間としては、まあ、OG ドルとか、OG、キウイ、円だったら、まあ、朝、明け方5時から、ずっとやってていいんですけども、ドル関係に関しては、やっぱり、お昼の14時から、まあ、お昼の14時っていうか、14時から24時っていう、この時間内にやってもらうのが、やっていただくのが一番いいかなっていう感じですね。で、結構その、トレーダーの中には、時間のフィルターっていうのを入れる人がいて、例えば月曜日のこの時間帯はやらないとか、金曜日はやらないっていう、じゃあその時のシステムはどうだみたいな統計も取っている人がいて、まあ、なので、結構時間のフィルターっていうのは、もし研究するとかシステムに組み込むなら絶対やった方がいいことですね。やってみてください。で、まぁ、OG ドルは、まぁ、このままちょっと見送りましょう、一回。明らかに安値割り込んできたので売りなんですけど、このチャンネルですよね。これだけ気になります。なので、もうちょっと下がってきて、戻ってきてから売っていきたいなっていう感じですね。ウィークのチャンネルの底。ブレイクアンドゴーっていうのは、このチャンネルを割ってきて戻ってきて、もう一回この安値を割っていったら売りましょうねっていうことですね。ブレイク、フックアンドゴーです。続いてユーロ円行きましょう。点々で売り、S5 までトレードブレイクで買いっていうことでした。ユーロ円はちょっと僕のだけ少し特殊で消しちゃったんで、右側にこっちに入れたんですけど、点々で S5 まで売りましょうねっていうことだったんですが、まあ、トレンドブレイク、この TRB で売っていきましょうねっていうことだったんですが、まあ、レンジになっちゃいましたよね。で、点々だけちょっと見ておきたいんですけども、もしかしたら負けちゃったかもしれないですね。僕これやってないんですけど。いや、勝ってますか。18時40分。まあ、この白丸、赤矢印で売りですよね。白丸赤矢印で売り。こっからエントリー。で、なかなかでも決済されてないですね。多分もう次、翌朝決済っていう感じです。なので、売り回しもできずに、そのままも持ち越して起きたら決済されてた。プラスでおしまい。という感じですね。
で、まあ、その後もちょっと微妙ですよね。白丸矢印出てないですから。で、そうこうしてる間に上にトレンドブレイクしてきたので、ちょっと売れないよね。まあ、結果ちょっとだけ下がってます。50ピースぐらい下がってますけど、あのトレンド、この緑のちょっと MA と重なって見にくいんですが、トレンドブレイクしてきたので、今度は買いですよね。で、レンジ突入っていう感じなんですけども、これをもう一回分析し直してみたいと思います。で、ちなみにさっきこの YouTube が出てたんですけども、これササッチの相場で、ササラ相場っていう毎日毎日更新してるんですけど、まあ、423本あるんですけど、これまでので。根崎ゆきっていう風にここの YouTube 検索してもらうと、これが出てくるんですけど、根崎ゆきチャートマスターっていうのが出てきて、で、この8月1日の相場っていうのを見てもらうと、まあ、このユーロ円とポンド円を毎日分析してます。で、まあ、それをちょっと今少しどんなことを分析してたか見ていきたいんですけども、まあ、このトレンドラインですよね。このトレンドラインをブレイクしてきたので、ダウントレンドだよねっていう話をしていました。まあ、ちょっと上いらないです。見にくくなっちゃうんで。ブレイクしたので、ダウントレンドだよねっていうことを見ていました。じゃあ、どこまで売るのかなっていう、あれ、どこまで売るのかなっていうことなんですけど、まあ、HSI 出してみて、まあ、次 S5 っていうのがわかりますよね。で、大きくこの今、上がってきて下がったこの流れのフィブを取ってみますと、まあ、こういうフィブが取れて、ちょっと見にくいんで HSI 消しますが、382で止まったことがわかります。で、これ、これ、まあ、同時キャンドルっていうようなもんですよね。あの、上も下も同じような比が出ていて。で、まあ、これ反転の際なので今上がってきてるわけです。で、もしこの安値を割ってくる、くるようだともう一段下がる可能性が高いですね。で、今度はこのフィブとは別に、この今240分なんですが、じゃあこの下がって今戻ってるこの動きに対してのフィブを見てみますと、まあ、これも382で止まってるわけです。またなので下がり出したら売っていきたいなっていう感じです。もうちょっと細かく見てみましょう。382で止まっててダブルトップつけているので、これ下がってきたら売りたいなという感じですね。で、まあ、昨日のその笹田相場で、解説していたのは、まあ、昨日はこういう状態だったんですけども、トレンドブレイクしてきたので売りたいですよね。まあでもこの今下から HSI を引いて、この R2 っていうのを超えてきたら次 R3 ですよねっていうことをやっていて、まあ、R3 まで行ったっていう感じですよね。なので次は今 R4 までの戻しがあるかもしれませんっていうことをササッチは言っています。で、じゃあもう一回フィブを引き直してみますと、まあ、この R4 と618っていう、まあ、ここっていうところが強いレジスタンスになる可能性があります。131円50銭ですよね。ここが強い、レジスタンスになって、まあ、その後下げてきたら売っていきたいよねっていうことを話しています。なので、まあ、確実な売りはここから下ですね。ここから下がってきたら確実に売ること。戻ってきて、下がってきたら、また売ること。まあ、こんな感じですよね。で、まあ、上級者の方は、この、R3 を超えてきたらこの R4 まで買ってみても面白いかもしれません。ユーロ良かったですよね。で、続いてポンド円行きましょう。点々で売り、点々で売り買い。トレンドラインを抜けてきた方にトレードということでした。見てみましょう。ポンド円。まずデイチャートから行きましょう。まあ、これもすごく綺麗な、HSI が使われてて、こうずっとこの HSI が効いてたんですよね。こうずっと使われてて、ずっと使われてて。綺麗だったんですけども、まあ、チャンネルをちょっと直さなくちゃいけないかもしれないですね。240分見てみましょう。ちょっと太くします。で、まあ、こういう状態だったんですけども、まあ、さっきのダウントレンドのピンクがこことここにあって、まあ、その中にも240分のトレンドっていうのを引いてたんですよね、この黄色で。ちょっと見にくいかもしれませんが、
この HSI が黄色なのが見にくいんですかね。ちょっと色を変えてみましょう。まあ、こういうチャンネルですね。ちょっと、これなんでこんな見にくいんでしょう。補足してみましょう。で、この黄色いチャンネルラインが使われていて、これもいらないですね。で、じゃあこれを、あれ、これを、こうブレイクしてきたら売りましょう。で、まあ、上っていうのは、まあ、上はまた点々で買っていきましょうってことだったんですけど、まあ、下をブレイクしてきましたよね。なので、本当は S6 まで売りたかったんですけども、まあ、到達してないですね。ちょっと待ってください。S6、ずれてますね。まあ、ちょっと届いてないんですけど、という感じでした。で、まあ、点々だけ先に見ておくと、まあ、チャンネルをブレイクした後、売っていきたかったわけですよね。どこからブレイクしたか、チャンネルが10分に届いてないんですけども、ちょっと目まぐるしくて申し訳ないんですが、まあ、ここからブレイクしたわけですね。ここからエントリーしていきたかったわけです。点々でエントリーっていうことですね。で、ここでブレイクしてきたので、で赤 MA、緑 MA の下で白丸。あと赤矢印なんですけど、まあ2時半、これパスですよね。で、白丸出てて、ポンド円なので朝やってもいいですよね。9時。こっからエントリー。で、決済されたのがここで、じゃあその次からこっからまた売り増しできますよね。16時20分。こっから売り増し。で、ヒットしたので、その次からまた売り増し。矢印出てるので、こっから売り増し。で、ヒットしたので、またここから売り増し。っていう風にも時間の許す限りやっていたらいいっていう感じですね。これも決済。1、2、3、4。4回トレードできましたね、ポンド円は。まあ、これも100ピップ取れていたわけです。まあ、全部トレードできてたらなんですけども。朝7時10分、またこれもエントリーしてもいいですけど、また5個ですよね。これで125ピップ取れてるわけです。なので、まあ今週、まあ木金土だけで245ピップ、ここまで取れてます。まあすごくやっぱりチャンスな週でしたね。月曜日散々僕言いましたけども、あのニュースが多いから動くので、でまあ、点々なんで負けた時、一回負けたらもうそっちのトレンドじゃなかったっていうことなんで分かりやすいですね。逆だったっていうことで。でも、正しかったら売り増し、買い増しっていうのができるので、利益が膨らむっていう感じです。で、まあ、245ビップ取れてるわけですね。まあ、こんな動きっていうのは、まあ、245ビップ、まあ、月に5、6回とか、まあ、そのくらいに思ってもらえたらいいかなと思います。で、まあ、現在ですよね。現在見てみましょう。ちょっと一回全部消します。で、ポンド円なんですけども、今はこういうトレンドライン。これをブレイクしてきたので、もう完全にダウントレンドです、今は。で、何を見ましょうか。ちょっと240分見てみましょう。もう完全にダウントレンドですよね。で、今、戻しとして、この HSI のターゲット。R3 というところを抜けてきましたから、とりあえず R4 までの戻しがあるかもしれないですね。382と重なっているので、ここまで戻ってきたらまた売っていきたいですよね、ぜひ。売っていきたいなという感じです。で、ちょっと 6S の MA 見たいんですけども、ちょっと MA の設定が違っていて、このデイチャートを見てみるとわかるんですけど、240分でしたっけ？ポンドね。まあ、この MA の上に来てますよね。なので一回こう、上がってくる可能性があります。で、まぁ、デイチャート。の、まぁ、MA の中でこう、レンジかなとか思ってたんですけども、ちゃんとはっきり動いてきてるわけですよね。まぁ、なので、まぁ、また売りが できたら売っていきたいですよね、ぜひ。で、ちゃんとしたダウントレンドの時っていうのは、一回下がって、上がって、高値を更新しないで、これを更新しないでまた下がってくるので、ちゃんとしたこれ、売りかもしれないです。あ、というか今は完全にダウントレンドですね、どう見ても。それの単なる調整っていう風に見た方が、ベターかと思います。
で、狙っているのはこの S の6ですね。240分いきます。この高値から HSI を引いて、この S6 っていうところを狙っていますよね、今。で、もう一回フィブ出すと、どこかで反発して、また売っていきたいなっていう感じですよね。もしこれ上がってきたら、まあ、さっきも今引いてたんですけど、この下からの HSI の通りにトレードしていけたらなっていう感じです。とりあえず今これブレイク区間とゴーになったら、ここまでですね、150円、50銭。で、その上は152円。その上は154円。っていうところを取っていきたいですね。なので安値更新してきたら売りっていうふうに考えていていいと思います。買いは、R、ブレイクフック&ゴーですね。R4 ですね。と382。150円50銭。で、次が152円。152円でしたっけね。152円。で、最後に154円25銭。っていう感じで、買いは行きたいですね。本店もすごく良かったですね。まあ、今週、今日、明日、そして月曜日見るのは、やっぱり円絡みの通貨を見ておくと面白いかもしれないですね。続いていきましょう。キウイドル、点々で売り、買いは R6 までっていうことでした。点々で売り、買いは R6 まで。点々で売り、買いは R6 まで。まあ、こう僕、アラームセットしておいたんですけど、この高値を超えてきたら R6 まで買おうと思ってました。TRB もありますし、もしかしたら R7 まで買いたいなと思ってたんですけど、逆にこの下のトレンドブレイクしてきたので、売っていきたかったなっていう相場です。キウイドル240分見てみましょう。ここまでご質問とか大丈夫でしょうか。固まってますね。ちょっと待ってくださいね。あれ、おかしいですね。ちょっと待って。キウイドルが開かないですね。何でしょう。少々お待ちください。すいません。戻ってきました。7月29日。まあ、こういう状態でやってたんですけども、この高値を超えていったら買いたいよねっていうことでした。でも、ここのトレンド、このトレンドラインを割ってきたら売りましょうねっていうことで、まあ、こっからですよね。こっから売ってきたかったよねってことです。で、まあ、S さんでずっと止まってますけど、これブレイクしてきたらさらに売っていきたかったですね。今ちょうど売っていきたいですよね。なので、点々見てみて、まあ、これ以降、白丸赤矢印で売り。夜中の2時、これパスですね。で、白丸出てますけど、逆が出てきて、まあ、ちょっとサインが出てなかったですよね。これも白丸下に出ちゃって上に出てないのでパスですよね。これどうでしょう。12時、夜12時パスですよね。これもサイン出てなくて、結局、キウイドルはトレードできてないですよね。あ、これぐらいですか。15時半、これエントリーですね。で、ちょうどさっき決済されたぐらいでしょうか。そうですね。で、今戻ってきているので、このスクエアピキャンドル埋めてきて、また白丸矢印が出てきたら、売っていきたいですね。
で、どこまで売るかっていうと、もう一回240分見たいんですけども、とりあえずこの S4、0.7875 っていうところまで売っていきたいですね。という感じです。まあ、これもまた25ピップ取れてましたよね。まあ、途中からちょっとカウントするの分かんなくなっちゃいましたけども、まあ多分300ピップ、今だとカウントしたのだけで270ピップ取れてるので、まあでも全部の通貨やるのは多分無理だと思うんですが、まあ不可能ではないですよね。半分できてたら100ピップとか、それぐらいは余裕で取れてると思います。僕も、各言う僕も、150ピップ、多分200ピップ弱取ってますね、今週。今週っていうか、木、金、あ、違う。月、火、水ですね。月、火、水、木ですね。今日決済されてないのがまだあるんですけど、いう感じです。ここまで大丈夫でしょうか。大丈夫ですかね。次、フライヤーに行きたいと思います。フィブで跳ね返ったら買いということでした。フィブで跳ね返ったら買いということでした。ちょっとまた見にくいんですけども、まあ、このオレンジのフィブだけ見てみてください。下、あの、フライヤーの240分で下と上引いて、で、こういうところで跳ね返ってきたら買いましょうねっていうところで、話でしたね。で、50% で跳ね返ってきたんですけども、まあ、買っていきたいよねっていうことでしたよね。で、まあ、これも点々見ておくと、まあ、ダメですよね。なぜかっていうと、MA、赤と緑の下にありますから、買いでは無理ですよね。この上にあって買えるので、ちょっとこれはできなかったです。なので、フラン円は特になくて、まあ、こっから一つ変え、直近ですね。最近ちょっと一個変えたかなっていうぐらいで、こっから、はい、っていう感じで、まあ、25ピップ取れてるよねっていう感じです。まあ、今日点々見ててもら、見てて分かると思うんですけども、負けてないですよね。一個最初のユーロドル一個負けちゃいましたけど、それ以外、何個も何個もエントリーしてて、全然、多分15勝1敗とかそれぐらいですよね。まあ、このチャート、PA チャート使って負けることは、ほとんど考えにくい、ありえないですし、まあ、僕も、もう何年もトータルでは全然、例えばユーロドル1個負けちゃいましたとかそういうのありますけど、全然トータルでは楽勝です。勝ってます。まあ、何やってるかっていうと、チャンネル引いてトレンドを引、まあ、チャンネルとトレンドライン引いて、まあ、トレンドを判断して、で、あとはカーペットターゲットを見つけて、そのターゲットまでトレンドがあったらトレードしてる。で、最終的に点々でエントリーということだけですよね。で、まあ、今日でとりあえずここまで300ピップ。これ20日間やったら6000ピップですよね。1ヶ月6000ピップです。これ1年やると7万ピップ。まあ、7万ピップというのはちょっとありえなさそうですけども、まあ、アメリカ本部が今7月までなんですけども、一昨日ぐらいのセッション2キャップで取ったんですが、7ヶ月で2万4000ピップ取ってます。で、6月で見ると1万ピップ取ってるわけですよね。1万ピップだったかな。なんかそのくらい取ってるわけですよね。まあ、7ヶ月で2万4000ピップっていうと、月3000ピップ取ってるわけですから、300ピップを10回取ってるわけですよね。300ピップを10回。もしくは150ピップを20回。っていうふうに考えると、まあ、僕たちこの4分の1とか考えておいても、まあ、30ピップを10回取れても、月300ピップとか600ピップ取れるわけですよね。まあ、なんか数字がいっぱい上げましたけども、まあ、資金を倍にしていくことはそんなに難しいことじゃないと思います。で、僕たち大前提にあるのはリスクコントロールなので、まあ、そこら辺のなんか5億になりましたみたいなそういう甘いもんじゃなくて、損切りとかロスカット、リスクマネジメントをちゃんとした上で最大限利益を伸ばしましょうっていう感じですね。それにはやっぱり点々とかやってどんどん買い増しとか売り増しをしていくのが一番早いですよねっていうことですね。なので、まあ、この方法を、まあ、一番最初に言いましたけど、技術力を磨きながら、まずは TJK とか鬼ヶ島で、恐れず、1% とか 2% でもいいんで、エントリーしてもらって、このウェブセミナーを見ながら、点々を自分で見つつ、線を真似して引いてみて、トレードしていっていただけたらなと思います。いや、十分ですよね。月500ピップなんて言ったら、もう、御の字だと思います。僕、1月から6月ぐらいまで SNS に書いてたんですけど、まあ、その中でお恥ずかしながら、
1ヶ月ぐらいしかなかった、1ヶ月しかなかったんですね、500ピップ。あと400ピップとか300ピップだったんですけども、まあちょっと今年の上半期は忙しかった、あんまりパソコン見れなかったっていう言い訳をさせてもらいたいんですけど、まあそれを差し引いても1ヶ月500ピップ取れれば十分ですよね。ちょっと僕の得意な川山よ。まあちょっと、エクセルシートとかどっかあるんですけど、100万でやって、3% でやって、点々だとストック30ピップなので1ロットいけるわけです。10万通貨。で、これで500ピップやると、1ロットってことは、まあ、5万円、50万円ですよね。ってことは月 50% 出るわけですよね。3% です。30ピップ損切り。ロスカット30ピップ。ロスカットが 3% で30ピップ。ってことはポジションサイジングが、ポジションサイズが1ロット1万通貨、1ロット10万通貨いけるわけですね。1ピップ動くと1000円。で、それで500ピップ取るってことは、50万円、月50万円。50% ってことですね。これ多分1年続けたら1億ぐらいいくんじゃないですかね。いきますよね、多分150万の 50% で。ちょっと計算、僕、苦問式なんで早いんですけど、ね、いきますよね、多分。225万、50% でとか言ってと、で、多分350万とかなってって、500万とかなってって、750万とかなって、1000万、もうここから早いですね、1500万、多分2年とかかな。1億とかいきますよね。でも月 50% って多分難しいですよね。僕もその1月から6月で1回しかなかったですから、平均、上半期の平均は300ピップでした。300ピップでも月30万で、月 30% ですから、まあそんな悪くないというかめちゃめちゃいいですよね。月 30% なんて言ったら多分野村の、アセットアロケーションのファンドやってる人たちとかっていうのは年 30% なんて行きゃいいですよねっていう感じなんで、彼らは本当年 5%、10% っていう世界ですから、もうオファーが来ますよね、野村から。野村証券とかから。っていうレベルですよね。でもやっぱ個人でやって、こうやってテクニカル分析とかをチャートマスターで学んでたら、月 30% ぐらいはやっぱり目指したいですよね。年 360%。まあ、ちょっと複利でやってるともっといきますよね。ということは3倍、4倍、5倍っていう100万でやったら500万になってる可能性が高いわけですよね。ちゃんとやれば。で、まあ、こうやってウェブセミナーとか出てもらえ、僕と笹っちの両方出てもらってれば、1年で月 30% コンスタントに上げれるっていうことは、もう全然、できない方が多分、どうかしちゃってるんじゃないのぐらいな、ちょっと、本当生意気なこと言っちゃってるかもしれないんですけども。まあ、それくらい、全然余裕です。なので、まあ、一緒に勉強して、一緒にトレードしていってもらえたらなって思います。僕たちも8年とか10年ぐらいやってますから、スポーツだともう15年、20年やってますから。まあそうですね。ちょっと話がまだ逸れました。いや、いけないいけない。まだ振らねえんですよね。いけないいけない。っていう感じですね。で、まあ振らねえんは点々で、まあ1個あったんでしたっけね。で、まあこっから先はもうこの高値超えたら買いっていうことをやっていきたいですよね。高値超えたら買い。108円まで買いっていう感じですよね。で、売りはこのトレンドブレイクしてきたら売りっていうことでいいと思います。なので、ちょっと本当話が逸れちゃって、申し訳ないんですけど。っていう感じでした。それではサクサクいきましょう。まあちょっと話も、まあ300ピップ取れてますともう僕月 30% みたいな感じですね。今、この場でみたいな。感じですね。あ、行きましょう。カナダ円 91.5 円がターゲット。91円50銭がターゲット。カナダ円。ちょっとチャートが重いですね。どうしちゃったんでしょうか。はい。91円50銭でずいぶん下見てますね。ここまで。売っていきたいねっていうことだったんですけど、まあブレイクしてきましたね。狙い通りブレイクして一回フックしてますので、また下がってきたら、最終的にはここのターゲットまで、その前にはここありますよね。で、まあこれ言ってる通りになってますよね。まずここ、で、ここ、で、最終的には91円50銭を狙いましょうねっていう感じでしたよね。
なのでブレイクして、でトレンドラインでブレイクして、このブレイクしていったので売ってきたよね、でフックしてきてここ割ってきたからまた売ってきたよね、戻してきて、もう次はここまで売りたいよねっていう感じですよね。まあ、でも今ヘッドのショルダーが見えてて、まあ、次はこのトレンドブレイクしたらですね、このトレンドラインブレイクしたら売っていきたいなっていう感じです。次のターゲットは94円、そして91円50銭と94円、91円 1.5 っていう感じですね。50円いきましょう。トレンドブレイクで売りっていうことでした。50円も随分下げましたよね。オーストラリア行きたいですよね、こんだけ下がってくると。まあ、こういう状態でトレンドブレイクで売りっていう、このトレンドですよね。ちょっとデイチャートで見ると分かりやすいと思うんですけど、このトレンド、まあ、ポンド円とかユーロ円と一緒ですね。ポンド円に近いですか。で、割ってきたので売りましょうね。まずここから売り。で、遅くてもこの安値。ここを割ってきたらもう一個売り増ししましょうね。どこまで持つの ?S6 まで行きましょうねっていうトレードですよね。なので10分見て、その、辿っていきたいんですけども、まあこれもまた目に見えて、多分ガンガン勝ってますよね。まあこれウェブセミナーの前にエントリーしてたやつなんですけど、それもウェブセミナー中に決済。決済されたので、さらに売り増し。まあ、これやってないんですけど、この売り増ししてないんですけど、一応、まあ、勝ててますよね。で、さらにここから売りですよね。ニューヨークセッションで一つ売り。白丸と赤い印で売り。で、これはまだ保有中なので、売り増しはせずに、白丸赤い印で、今度はここから売り。あ、でも2時半なので、これはできないですよね。とりあえず、1、2、3。4つ勝ててるわけです。で、今度は朝の7時50分、8時。ここから一つ売り。でも負けちゃいましたね。久しぶりの負けだと思います。4勝1敗。で、これでじゃあトレンド転換かなと思っておかしいなと思うわけです。ちょっとエントリー見送ろうと。で、少なくてもこのトレンドをブレイクしてくるまで、安値更新があるまで、この安値を更新してくるまで売りはやめておこうと。で、更新してきましたよね。白丸、赤矢印。またここからじゃあ売り始めようと。ここから売り始めよう。で、ここから売り、決済。で、この辺決済されてないので、売り増しはせずに、ここで決済されたので、さらに売り増し。ここから売り。決済。で、その後は、間隔が空いて、まあ、12時になっちゃったので、おしまいと。1、2、3。まあ、これでまた3つできたので、7勝1敗。まあ、200ピップ取れてますよね。210ピップ。まあ、180ピップ。まあ、これで約480ピップ、500ピップぐらい取れてるわけですよね。木金銅で。あ、違う。月火水木でしたね。まあ、500ピップも取れたらもう1ヶ月休んでもいいんじゃないのぐらいのノリですけど、まあ、さらにまだ、売りは続いてますけど、ここでも勝ってますし、これも勝ってますし、っていう感じですよね。これ逆になっちゃったんでやんないんですけど、この辺もサイン出てないんですけど、また2つ勝ってるので、9、30、60ピップ。これで540ピップ。っていう感じです。もう本当面白いように勝ててますよね。なので、トレンドに乗ろうっていうのはこういうことです。レンジだとこういう風になってると、ここで売って負けちゃっておしまい。で、まあ高値も超えてこずに、ここまた下がって上がってってなってると、トレンドが出ないので、よくできないんですよね。よくできないっていうのは売り増し買い増しができない。でもこういう風に下がり続けていると、例えばこの OG だと9個、負けを入れて10個エントリーがありましたよね。で、9個も勝ってれば、それはまあすごいことになるわけです。っていうふうにやってると、そのアメリカのトレーダーたちみたいに、7ヶ月で2万ピップとか、2万5000ピップっていうのも、まあ、あながち、夢ではないなと。まあ、彼らは専業トレーダーなので、まあそういうこともできるんですけど、まあ、月1000ピップとか500ピップとか、それぐらいの、結構上の目標っていうのを立てられるようになりますよね。そうです、白丸と矢印が出たら売りです。白丸が上に出て、で
どっかのキャンドル、まあ、次のキャンドルでもその次の次とかでもいいんですけど、矢印が出たら売りですまあその辺はまた、SNS の、まあ、SNS に全ては詰まっていまして、ここに、どこだっけな、 RF点々 っていうこのパワーポイントがありますので、またそちらも見ていただけたらなと思うんですが、これですね。で、まあ、これスコットが作ったやつを和訳しました。あ、もう、まあ、これそのまま和訳したんで結構アメリカ人って大げさなこと言うんですよね。まあ、皆さんご存知の通りだと思うんですけど、 RF 点々、もしかしたらこのトレード以外あなたには必要ないかもしれません。まあ、僕からしてもちょっと待ってくれよと思うんですよね。まあ、書いといてなんでるんですけど、ちょっとまあそういうテクニカル分析の前に TJK 鬼ヶ島を僕たちチャートマスターがやってほしいわけですよね。なのでいきなり必要ないとか言わないでくれよって思ったりするわけなんですけども。まあでも本当に今見てもらえ、まあ僕がやってるとすごい簡単に見えると思うんですけど、本当に例えば皆さんから見て、値先だったらもう点々だけでいいんじゃないのぐらいなことを思われるかもしれませんけど、本当僕はもうこの HSI とトレンドラインと点々だけあれば、全然もう何もいらないです、あとは。という感じですね。はい。あれですか、パワーポイントがよくわからないですかね。まあ、ルールは簡単なんですよね。白丸出て、上に出たら売りですね。で、下に白丸が出たら買いですね。で、例えば白丸が上に出てて、下に白丸が出て、次に出てしまって、赤矢印が出ても売りじゃないわけですよね。また白丸待たなくちゃいけないとかいうルールがあるんですけど、まあ、白丸出て、矢印が出たらっていうことですね。まあ、それだけ見てもらえればいいと思います。OGN の今をやらなくちゃいけないですね。まあ、とりあえず S6 までっていう感じなんですけど、まあ、一回戻しが あるのは当たり前ですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、スクエアアップキャンドルが2本あって、ここもスクエアアップされてないし、ここもスクエアアップされてないんですよね。一回戻ってきておかしくないです。で、そうしたらそのまま今度は、87円というところを目指して売っていきたいなって思います。でもしこれ買いになったらちょっと240分見たいんですけども、買いになってきたら、下から HSI 引いて、で今 R に受けたので3ですよね。88円75銭とかその辺だと思うんですけど、目指して上がってきてます。でまたさっきのポンド円とかと一緒なんですけど、フィブも引いてみて、この重なってるところ、次 R4 ですよね。まあ、ここは次強いな、強いレジスタンスになるなということで、まあ、ここまで買ってもいいんですけど、ここで跳ね返ってきたら売りたいよねっていう感じですね。トレンドブレイクしていったら売りたいねっていう感じですね。強いレジスタンスが R4 とフィブ。フィブのどこでしたっけ？382。という感じですね。次、吸引行きましょう。ちょっとペースを上げなきゃ時間がまずいですね、これ。吸引行きましょう。R6 抜けたら買い。R6 抜けたら買い。まあ、これもまたポンド円、オージー円で今、まあ、オージー円で今やったような形でしたよね。下がってきて、上がってきて、で、じゃあ下から HSI 引いてみました。R の6と FIB の 50%。FIB はこことここでこのダウントレンドから引きました。じゃあ、ここ強いレジスタンスですよね。ここ当たったら売りたいですね。で、さらにこのトレンドブレイクしてきたらもっと売りたいですね。で、安値割ってきたらもっと売りたいですね。っていうような相場ですよね。非常に、キウイ円は綺麗な形だと思います。で、まあメモしたらこの上抜けてったら買いましょうねっていうことだったんですけども、まあ下に下がっていってますよね。ちょっと太すぎますよね。で、今ちょっと240分しましょう。今を見てみると SM をブレイクしてきたわけですよね。50% とこの R6 のところでピタリで反転、このトレンドブレイクで売ってきたかったわけですよね。
このトレンド、このチャンネル見えますよね。このブレイクで売り。で、とりあえず S3 まで。S3 抜けてきたから、次 S4 まで。S4 抜けてきたからブレイクフックして、また売っていきたいですよね。次はこの S5 っていうところまで売っていきたいわけですね。で、このトレンドブレイクで売っていきたかったわけですよね。まあ、こういうのが経験を積んでいくと、まあ全然、パッと見で見えるようになってきます。このトレンドブレイクで売り。白丸赤矢印で売りですよね。でも MA の中にあるのでダメ。MA の外に抜けたのがこの白丸矢印。こっから売り。決済。決済されたので売り増しして OK。ここからですね。でも12時超えてるのでダメ。次白丸が出たのがここですよね。で、赤矢印。こっから売って OK。まあでも S3 をちゃんとブレイクしてこないとダメですよね。ここでちゃんとブレイクして戻してきて、白丸赤矢印が出てるので、じゃあここから売りましょうってことですよね。で、時間帯も23時半、ギリギリですよね。決済。で、あとはおしまいということで、まあこれも2つ、取れてましたよね。で、今はと言いますと、次の S6 狙ってましたよね。なんだこれ。なんでしょうこれ。ちょっとこれバグかもしれないんですけども、まあこういうトレンドライン引くとして、引いてブレイクしてきたら、また点々で打っていきたいですよね。あ、S5 でしたね。S5 ですね。ここまでフリット。次行きましょう。ポンドフランです。ポンドフランは先週書かなかったと思うんですけども、書いてないですよね。まあでもこれもう驚くぐらい下げましたよね。で、ポンドフランは僕も全くノータッチでした。全然何もやってないです。まあでも見ていたとしても、このチャンネルの底なんでやりたくないんですけども、これがちょっと、なので変わったっていう感じですよね。ここになったっていう感じで。こんな感じになったのかなって思います。なのでまだ売れないですよね。で次売るとしたらこの安値を割ってきたらっていうことなんですけど、まあ、割ってますけどね、もうすでに。そしたら次ここまでですよね。ちょっとポンドフランは何も僕はできないです。もう乗り遅れたっていうのもありますし、まあ、他の通貨やればいいやっていうのと、まあ、何せもう一回戻ってきてから売るんだったら売りたいなっていうふうに思います。で、ここに上から引いた HSI、白い HSI があるんですけど、まあ、使われてますよね。こう使われてて。使われてて、ここで止まって戻してきて、抜けてったわけですよね。なので今戻してますけど、これもう一回安値割ったら次ここの、1.383 ドルとかその辺を狙って売っていきたいなと思います。戻ってきたらここまで売っていきたいな、という感じですね。でも今すぐにはちょっと何もできないです。次行きましょう。ポンドキウイですね。ポンドキウイ書いてありました。点々で売りっていうことでしたね。で、あ、こうですか。こうなんですね。まあ、この後点々で売っていきましょうねっていうことだったんですけども、まあ、ここがすごく強かったわけですよね。強くて抜けてこれなかった。で今こういうチャンネルにあるので、綺麗に上に当たってますし、ここで跳ね返ってきたらこのまま売っていきたいですよね。ちょっとこの黄色い HSI いらなくて。太くしまして、あんまり綺麗にこの HSI 使われてないんで、もう一本上から引いておきたいんですけど、今ちょうど S7 っていうところでターニングポイントになってて、まあ、このまま売りのサインに出てきたら S6 とこの重なってるところまで売っていきたいなっていう感じです。で、今完全にこう横ばいなので、これ抜けてきたら、またこういうキャンドルになって、ここでポーンと、こういう風になる可能性が出てきましたよね。なので、ポンドキー面白そうです。もし下がってきたらですよね。下がってきたら絶対売りたいです。もう下がってこなかったらもう無視していいと思います。で、今度は超えてきたら、ここで新しいトレンドライン結んで、次のトレードを待つと。そんな感じですね。ポンドキウイ面白いと思います。見てみてください。ポンドキウイですね。
まあ、多分証券会社によってはできないんですけど、まあ、勉強になるのでまた見といてもらえたらなと思います。次、ポンド王子ですね。まあ、これも先週、あ、月曜日は特に書いてないんですけど、まあ、このチャンネルが、の中に戻ってきて、っていう感じですね。で、R6 のターゲット、この5っていうので止まってたんですけど、抜けて戻して、戻ってきて、ここまで行ったっていう感じですよね。で、ここでずっと今抑えられてて、今度はこれをちゃんと抜けて戻ってきたら、次、ここのターゲットですよね。なので、これは今回面白くなりそうです。まあ、ただ、ポンドキュウリと反対の動きですから、ちょっとそれは気をつけなくちゃいけないんですけども。まあ、でも綺麗だと思います。ここまで。次、ここまでの回、そしてここまでの回っていうのが、すごく綺麗なシナリオかなと思います。点々を見ながらやってもらえたらと思いますので、ぜひ。注目してみてください。ポンド王子、ポンドキュウリが面白そうですね。続いてユーロフラン行きましょう。S2 から3の間を売りましょうということでした。あ、これはちょうど今からですね。まあ、これもすごく綺麗なチャンネルが引けていて、で、まあ、スペースがちょっとないよねみたいなことを言ってたんですけど、まあ、スペースができてきたのでこれだけ。で、今 S2 を抜けましたよね、ここで。ちょっと60分で見てみましょう。拡大して。ちょっと太すぎますね。で、この水色の S2 っていうところを割ってきたので、この安値、割ってきたらぜひ皆さん売ってみてください。で、ターゲットはここの S3 の 1.2261 です。1.2261 までの売りを見ていくと。2261なんで、まあ、40ピップですよね。40ピップ取れるトレードですよっていう感じですね。で、10分を見て、ちゃんと MA の下かどうかだけを確認してからトレードしてきて、大丈夫ですよね。ユーロフラン面白そうですね。ユーロフラン。ユーロフランとポンドキュウイ、ポンド王子面白そうでしたね。次行きましょう。ユーロポンド行きましょう。ユーロポンド。ユーロポンドは R2 から R3 を買いましょうねっていうことでした。まあ、これ良かったですよね。しまった。僕見逃しました、これ。しまった。完全に見逃してしまいました。まあ、ここの下から、今240分チャートなんですけども、下から引いた HSI ですよね。ここから引いた HSI で、まあ、使われてるかどうかで、使われてますねと。で、これ抜けてきて、まあ、戻ってこなかったですかね。ちょっと60分チャート見ましょう。ん？やってるな。このチャンネルずれちゃったんで消しますが。あ、やってますね。全然覚えてないですが、やってますね。ここに、あれ？ここですね。この白い線が R2 です、さっきの。で、1が使われて2で、これ抜けてきて戻したんですけど、これちょっと綺麗な抜けじゃないなって僕は思ったんでしょうね。なので、ここで抜けてきて戻ったので、この高値抜けたらエントリーしよう。っていうことですね。で、エントリーしてっていう感じで。で、結果 R3 までピタリ、ここでピタリ止まってますよね。なので、まあ、これだけ取れてますから、まあ、これも40ピップぐらい取れてますよね。まあ、すごく良かったと。本当、今週、600ピップぐらい取れてますよね。全部やっていれば。まあ、すごく良かったんではないでしょうか。まあ、現在の状態なんですけども、このピンクがもういらなくて、水色もいらなくて、まあ、完全にアップトレンドになりましたよね。まあ、こういうチャンネルが今綺麗かなっていう風に見えます。真ん中の線が使われてますし。で、まあ、そうしましたら今てっぺんにあるので、これ跳ね返ってこなくておかしいです。じゃあどこまで跳ね返るかっていうと、240分見てみますと、もうここからフィブ引けばいいですよね。こことここ結んで。とりあえず今38にまで戻ってきたらまた変えますよね。なので次の反発で買っていって、ここまであり得ますよね。0.88、
まあ、88台ですよね。00とか10とか、その辺まで買っていきたいなという感じです。で、ここスクエアピカンドルが2本あるので、まだこことか、ここに戻ってきてからの買いっていうのを見ていきたいなと。まあ、その一つのシナリオでユーロポンドはいいと思います。続いてユーロオージーいきたいと思います。ユーロオージーは抜けてきた方にトレード、高値安値を抜けた方にトレードしたいよねっていうことでしたよね。まあ、すごく簡単な話だったんですけど、まあ、こういう風にウェブセミナーやっていて、まあ、もうこれ完全レンジだよねっていうことでした。テータンとショータもちょっと見えてたんですけど、まあ、この高値安値どっちか抜けた方にトレードしたかったですよねっていうことでした。で、まあ、結局上に抜けていったんですけども、まあ、ここから点々で取っていきたかったですよね。こういう、つまりダウ理論でいうトレンド、アップトレンドですよね。アップトレンドになったので、まあ、トレンドの方向にトレードしたいということですよね。で、白丸、そして矢印がここで出てますけど、13時10分、ちょっと、あ、大丈夫ですね。OG なんで。まあ、ここからエントリー。で、リミットヒット。で、決済されたので、次ここから。からエントリー、リミットヒット、決済されたので、まあ、次はというと、まあ、これで3つ勝ってて、白丸。で、また白丸出て、白丸出て、矢印出たので、12時半エントリー。リミットヒット。で、白丸これ上に出てるのでダメで、でここで白丸出て、矢印が出てますけど、時間が夜の12時50分なので、ダメ、アウト。で、この辺は白丸が上に出てて下に出てないのでダメで、という感じですね。結局3つ4つぐらい取れてたぐらいですかね。3つ4つ、3つですね。3つ75ピップ勝ってたと。で、現在はというと、まあ、少し分かりやすくなったと思います。まあ、少し分かりやすくなったというか、もう完全にアップトレンドですよね。一回戻し勝ってきたらまた買いたいですよね。このトレンドラインだと思います、今は。これ見といて、次跳ね返ってきた時に絶対に買いたいという相場ですよね。で、今、240分ですけど戻ってきてますので、じゃあこういうフィブ引いて、戻ってきてきたとこからトレードしていきたいなっていう感じですね。まあこれもそうでしたね。この上がりに対しての1回目の下げ。で、50% フィブが完全に使われて、で、まあ、最終的にはトレンドブレイクで270まで買っていきたかったんですけど、まあ、完璧ピタリと止まってますが、まあ、早い人っていうのは、まず、1本目のトレンドライン、2本目。これ割ってきてからトレードですよね。こっからエントリーして、ストップを置いて。これだけに対して、こっから、こういうトレードに対して、ここを狙っていく。もしくは6位チャチを狙っていく。トレードですよね。で、今ちょうど6位チャチで止まってると。なので、このトレンドっていう、このフィブでは一回一段落ついているので、じゃあ次の、今回のこの動きに対しての戻しに対してのまたターゲットっていうのがあるので、これを見ながら跳ね返ってきたらトレードするというのがすごく綺麗なシナリオだと思います。まあ、ユーロポンドと同じく戻ってきたら買いましょうっていうことですね。で、もうこのトレンドライン割ってきたらおかしいぞっていうふうに見てください。最後、ユーロカナダ行きましょう。トレンドブレイクで R5 ダブルトップまで買いましょう。点々でダブルボトムまで売りましょう。どっちかですねっていうことでした。トレンドブレイクで R5 まで買いましょう。まあ、ここまで買いたかったんですけど、まあ、トレンドブレイクして戻ってきちゃいましたよね。これはレンジということです。ちょっともう一回デイチャートにしてみて、もう一回デイチャートにしてみて、一回消します。まあ、このトレンドラインがフェイクだったというわけで、今もう一回トレンドラインをこうやって引くと、まあ、これかなっていう感じですね。今度こそブレイクしたかなっていう感じで、でも一回戻ってきているので、ちょっとこれ様子を見た方がいいですよね、ユーロカナダは。ちょっとわかりにくくなっています。
で、今、これが今アップトレンドなんですけども、これを割ってきたらダウントレンドと見た方がいいでしょう。で、大きくはこのトレンドラインがあって、まあ、このトレンドライン2つを割ってきたら売りで見ていきたいですね。ここから HSI 引いて、で、ちょうど2から3まで取っていきたいですよね。ブレイクしてきたら、これ絶対やりたいですね。ユーロカナダ。トレンドブレイクと、手数2から3を取る。って感じですね。というわけで、まあ、今週はこんな感じだったんですけども、なかなか、700ピップぐらい今週は取れていたんじゃないでしょうか。まあ、こんな全部取れるってことにいかないと思いますから、まあ、でも300ピップとか400ピップぐらいは全然取れていた週だと思います。何かご質問などありますでしょうか。大丈夫でしょうか。そうしましたら、また今日夜もササッチのニューヨークセッションありますので、またそちらも22時からご覧いただけたらいいと思う、ご覧いただけたらなと思います。また僕は来週月曜日ありますので、またよろしくお願いします。それでは今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います。大丈夫でしょうかね。はい。それではどうもありがとうございました。また来週ですね。それでは失礼します。ありがとうございました。